トロレミオ祭りトロ本通りとは、愛知県岡崎市上地町から道市福岡町を通る道路の通称名である。上地交差点から福岡郵便局前交差点の区間において、愛知県道327号市条福岡線に認定されており、トロ街道とも呼ばれる。トロとは、明治初期頃まで存在したトロ村のことで、現在の福岡町に含まれる地域である。 トロ八幡宮やトロ本州寺跡が周辺にあり、トロという地名の名残を留めている。トロ本通りは、挙手的に見れば、東海道から分かれるキラ道の一部である。上地の住宅街を通り抜けて、現 JR 東海道本線を越えて、福岡町に入り、本州寺のある、小幡山と呼ばれる山の南側方面にうるりと、 精神すると、道に沿って、昔ながらの商店が軒を連ねている。そして福岡郵便局前交差点で、トロ西を道に合流し、平道はここを南下する。大通りである、トロ本通りの北側には、住宅が密集していて、拡幅されていない昔からの入り組んだ細かい路地が、多い。その中で、常夜塔が多く残されており、トロ八幡宮等の神社や仏閣を横目に古い。 街並みを感じることができる。トロ本通りを抜けて西側に進むと福岡町バス停留所がある。トロ本通りは県道認定されている路線であるが商店街区間については路側帯があるのみで歩道が整備されていない。すなわち園石等の工作物により歩道と車道が分離しているわけではない。また昔からの重要な街道で現代でも交通量が多いが、 一方で地域の生活道路であり、岡崎市立福岡小学校等の学童が通行する道でもあるなどの道路環境にあり、最高速度 30km 毎時、追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止、大型貨物自動車等通行止めに指定されている。ありがとうございます。